また盗んだな、よこせ。鶴見注意に言いつけるぞ。よこせ。二階堂、貴様に素敵なお客様がお見えだ。え、お客さん誰なの。どうぞお入りください。誰この人、誰、ねえ誰なの。怖いよ。誰だお前。待ち受け。いやー、君が二階堂くんだね。あー、誰。君に贈り物を渡しに来たよ。贈り物、何。気に入ってくれると嬉しいんだが、君の新しい足だよ。なんだ、義足か。ただの義足ではない。ほた、急ごしらえで作ったものだけどね。三段が2発入る。小銃の実砲ならもっと相談数が多くなったろうが、仕込み銃なのでどのみち不意打ちの接近戦以外では使えないだろう。近距離で確実に相手の動きを止めるなら三段の方が有効だ。ありがとう、知らないおじさん。お前ら病院で何やってんだ。素敵な足をもらえてよかったね、二階堂。